山本太郎君ありがとうございます生活の党と山本太郎と仲間たち共同代表山本太郎です子宮頸癌ワクチンについて質問いたします先週の水曜日3月30日子宮頸癌ワクチンの重篤な副反応に苦しんでいる少女たち国と製薬会社を相手に今後損害賠償請求の訴訟を提起するという記者会見がございました ワクチンを接種するまでは、健康で明るい学校生活を送り、輝かしい未来を夢見ていた少女たちが、ワクチン接種後に突然の強い痛み、痙攣記憶障害、歩行困難などに襲われ、車いすになったり、杖がないと歩けなくなったり、そればかりでなく、簡単な計算もできなくなったり、突然、記憶を失ったり、親の顔も思い出せなくなったり、学校に通うどころではなくなりました。 将来さえも描けない悲惨な状態に陥ってしまっていると。今からちょうど3年前、2013年の4月1日から、改正予防接種法によって、子宮頸がんワクチンは法定接種になった。すなわち、自治体には接種義務、対象者には努力義務、こうなったわけですよね。そのさらに3年前の2010年11月から、 厚生労働省のワクチン接種緊急事業による公費助成で、これまでに約338万人の少女たちがワクチン接種を受けてきた。しかし、2013年6月14日、法定接種となってからわずか2ヶ月余りで、この子宮頸がんワクチンは干渉中止、すなわち積極的には進めないということになりました。 塩崎厚生労働大臣にお伺いいたします厚生労働省が現在、子宮頸がんワクチンを干渉中止にしている理由は何なのか、明確にご説明ください塩崎厚生労働大臣。HPV ワクチンの接種後に起きた症状、これはあの接種との因果関係が必ずしも明らかではない、いわゆる有害事象ではございますけれども。 この長期に苦しんでいる方々がいらっしゃるということは、これ非常に心を、私どもも痛めているところでありまして、私も4名の接種を受けられた子どもさんにお会いをさせていただきました。こうした方々に寄り添って支援を行うということが何よりも重要だというふうに考えております。HPV ワクチンにつきましては、平成25年4月から定期接種化されたわけでありますけれども、副反応が疑われる症状としては、 いわゆるアナフィラキシ、ー、ギランバレー症候群など,のなどが想定をされていましたけれども、予想外の広範な慢性の疼痛または運動障害を中心とする多様な症状が接種後に見られたという報告が、平成25年6月の段階で338万人のうち38例ございました。このため、平成25年6月の副反応検討部会での議論を踏まえまして、 この症状の発生頻度などがより明らかになり医療機関や国民に適切に情報提供できるまでの間一時的に適切種の積極的な干渉を差し控えるべきと判断をしたところでございます宮本君ありがとうございます、えー、子宮経がんワクチンの法定接種これが衆議院本会議で採決されたのは2013年3月22日でした 塩崎大臣、当時、この法案の採決には賛成されましたか、反対されましたか、え賛成した、反対した、事実関係だけあの、短めにお答えいただけますか塩崎厚生労働大臣あの賛成したと思います山本君。ありがとうございます。別にこれ、賛成した大臣を吊るし上げようっていう意図は全くございません、ただ確認だけです、えー、この法案のです、ね、採決に反対した国会議員というのが、当時ですね、衆参720人中、たった1人でした。 1>, 1人、私が言いたいのは、人間、完璧じゃないんだって、当然ですよね、間違うこともあるって、これ当たり前です、これ政治家も同じですよね、政治の決定によって被害が生まれた可能性が少しでもあると考えるなら、全力で被害者の救済を行うんだっていう強い気概、誠意を持っていただきたい、それだけのことなんです。特に法定接種に賛成した717名の方々、そして4名の危険した方々、 国会議員の先輩方には、被害者救済に全力を尽くしていただきたい。厚生労働省に伺います、子宮頸がんワクチンにはどのような副反応があるのか、先ほど大臣お答えくださいました、ね、一部お答えくださいました、本当、端的にお願いいたします、サーバリクスとガーダシルの添付文書の内容と、昨年9月17日、厚労省の副反応追跡調査の結果から、簡潔にお願いいたします厚生労働省福島健康局長。 お答えします、えー、HPU ワクチンの添付文書には、えー、副反応と疑われる重篤な症状として、えー、アナフィラキシー、えー、ギランバレー症候群、えー、急性散在性脳脊髄炎、えー、血小板減少性腫瘍病などが記載されております、えー、またあ医療機関、えー、および製造業者あ販売業者から報告された副反応疑い報告のうち 重篤な症状として多かったものは、失神、発熱等でございました、えー、またあの26年11月までに、HPV ワクチン接種後の副反の疑いのあった2584人の方のその後の状況を、私ども厚生労働省で追跡を捜査したところ、さまざまな部位の痛み、だるさ、運動障害が見られた方が、えー、調査時点でまだその未回復という方が186人いらっしゃるという結果でございました。<上>山本君 ありがとうございます予防接種法では、医療機関に副反応,反応あ副反応の報告を求めているんだと、製薬企業からの副反応報告は改正薬事法68条の10で義務づけていると、まあ、とにかく厚労省、そういうところから情報を得て、追跡調査をしているんですよね。しているといっても、製造販売業者と一部の医療機関から報告を受けたものですからね、特に加害者側ともいえる販売,製造業販売製造業者から、詳細な報告があるとは。 なななかなか思ええいいい大臣に短くお答たただきたいんですもっと踏み込んだ追跡調査、本当はやるべき、本ワクチン接種者全員に対する追跡調査、これ、やる気がありますか、ありませんか、現在、副反応で人生を奪われた被害症状に対する救済、何よりも優先して行う気がありますか、ありませんか、この2点について、大臣のお気持ち、あるのかないのか、お聞かせください。 塩崎厚生労働大臣あの今回ですねあの、先ほど調査をしたということを申し上げましたが、えー、これにつきましては、あの平成26年11月までに、HPV ワクチン接種後の副反応疑いの報告があったのが、先ほど数字が出ましたが、2584名おられて、それをまあ追跡調査をしたわけでございます。 でその結果、昨年の9月時点で、なおさまざまな症状に苦しんでいる方が186名おられるということを、先ほど申し上げたとおりでありまして、えーまあ、あの全体では338万人の方々がお受けになったわけであります。でこの2584人,人のうちの約6分の1に当たる442人の、まあ、現状、えー、しか、まあ、厚生労働省は把握していないという一部報道が、 ございましたけれども、2584人全員について可能な限りの状況確認を行っております。でこの結果、病院がですね、変わって転居したりという理由で、えー、追跡不能だったのが845名おられましたけれども、それを除けば、1739名全員について、症状が回復したかどうかの確認をいたしたところでございまして、あの今回の調査を、まずこれを基本として、 なおかつ、私どもは今あの、疫学調査をやらせていただいているところでございまして、この疫学調査につきましては、海外と異なって日本ではワクチン、ワクチン接種後に生じたとされる症状とですね同様の症状があるいは疾患が、接種していない状態でどのくらい生じているのかについての疫学的データが実は 不十分なんですねでこれがございまして、今回、HPV ワクチン接種後に生じたとされる多様な症状に関する疫学調査を実施をしなければならないということで、もうすでにこれには着手をして、今、鋭意調査をしているところでございます。まあ、私どもとしては、あの昨年9月に救済で、これは、あの、 従来からの救済制度の基本的な考え方にのっとって、速やかに救済にかかる審査を再開をいたしております。で医療については、先ほど申し上げたように、これはもうあの今まで県に一つぐらいしかなかったこの協力医療機関に加えて、協力医療機関と連携をして、患者の方々への相談診療を積極的に行う医療機関に対象を拡大をいたしました。つつまり寄り寄添う医療について 充実を図るということをやっておりますし、さらにあの大事なことはですね、今まで学校に行っていらっしゃる方々がほとんど学校でのまお世話が十分行き届いてなかった、あるいは医療との連携ができてなかったということがございました。そういうことで昨年11月に患者保護者からの学校や医療など多様な相談に対応するための都道府県の衛生部門と教育部門の相談窓口を接置するあの。 設置するということもやってきたところでございまして、えーまあ、私どもとしてはあの、治療法を開発する、まあ、これに関しては、この間です、ね、研究班での現時点での,あの治療成果を情報提供するために行った3月16日の中間的な成果発表会というのがありましたが、その発表がややミスリーディングでありまして、脳障害を起こした患者の8割が、 同型の遺伝子を持っていた旨の報道が一部なされましたが、この発表については、研究途上のものであって、HPV ワクチンと脳の症状とのまあ因果関係を解明したものではないということであります。したがって、今、何よりも私どもとして大事なのは、この疫学調査をまあ我が国できちっとしたことをまあ初めてやるということをやることが大事であって、この後にですね、 この研究の成果、そしてまたさらなる科学的知見の収集を行った上で、科学的な判断で、科学的なまあ観点から、総合的、合理的な判断をしていくべきだろうというふうに考えております山本君。なるほど、えー、疫学調査、まだされていないんだ、それをもっと深めていく必要があるんだと、そして因果関係、その先ですよね、疫学調査の先にあるんですもんね。因果関係をははっきりさせるまでには時間が かかるんだということを大臣もおっしゃったわけですよね、そういう認識でよろしいですか、よろしいかよろしくないかだけお答えください塩崎厚生労働省その,その,あの時間がかかることはそのとおりでありますしあの、なおかつ大事なことは、その間の治療をちゃんとやっていく、寄り添う医療が十分ではなかったということを、私どもも認めながら、それを体制を整えているということでございます。委員長山本君 ありがとうございます本当にたっぷりと時間を使っていただいて、厚生労働省のスタンスというものをお知らせいただきました。えー、子宮けがんワクチン、サーバリクスの日本での承認が2009年10月、その直後、2010年2月26日、当時、塩崎大臣は自民党本部で設立総会が開かれた自民党のワクチン政策に関する議員連盟、すなわち自民党ワクチン議連の幹事長でございました。2014年4月24 4年月日にには子宮経がんワクチンにーヒー助成を というタイトルで安久の独り言と,というメールマガジンを発行されていますそこには1回の原価が1万2000円のワクチンを3回接種すればよいとワンクール平均5万円前後だから必要予算は約200万円程度で済むと書かれてあります子宮経がんワクチンの自民党の推進議員連盟の幹事長さんが現在直接 権限のある厚生労働大臣になられたわけですよね。まさか塩崎大臣この子宮頸がんワクチン、何としても大臣在任中に鑑賞再開しようってことを考えられてるわけじゃないですよね。塩崎厚生労働大臣あのワクチン行政はやはり科学で判断をしていかなければならないというふうに思います。で、従って先ほど申し上げたように、日本ではそのインフラも十分整ってない。この疫学調査を始めてやるということをまずやり。それに加えて。 まあその他のですね科学的知見を収集をして、その上で科学的な観点に基づいて、総合的な判断をしていかなければならないと、初めからなんか答えがあるということではないということでございます山本君、ありがとうございました、少しちょっとうがったものの見方というか、してしまった部分もあるかもしれません、失礼しました。しっかりと しっかりと知見を積み重ねた上で、その判断をしたいと、答えがあるわけじゃないんだ、先にということをいただきました。ワクチンと一言で言いましてもです、ね、いろんな種類がございます、その中で子宮頸がんワクチン、副反応被害、他のワクチンと比べて群を抜いて多いです。平成25年5月16日、副反応検討部会の資料によると、インフルエンザ、インフルエンザワクチンの副反応、100万接種当たり6.4人、皮膚ワクチン、100万接種当たり59.2人、 子宮頸がんワクチン、ガーダシルの場合は100万接種当たり155.7人。子宮頸がんワクチン、サーバリックスの場合、100万接種当たり245.1人。私はこの子宮頸がんワクチンの問題、TPP の問題に直結していると思うんですよね。非常に危険だと思っています。内閣官房、TPP 政府対策本部にお伺いします。TPP 協定発効した場合、子宮頸がんワクチンの製造販売会社であるイギリスのグラクソスミスクライン、アメリカのメルク、 日本政府の干渉中心に対して、TPP 協定の中の ISDS 条項、すなわち投資家対国家の紛争条項を使って、日本政府に損害賠償請求することが可能になると、以前説明を受けました。それでよろしいですか、よろしくないか、よろしくないか、えー、お答えください。よろしいか、よろしくないかだけお答えください。失礼しましまた内閣官房渋谷内閣審議官。 あの ISDS で訴えることができるのは、TPP 協定に定約、えー、国が違反したと、えー、投資家が判断する場合でございます。特定の役員について干渉する、またはしないということに関して、TPP 協定に明示の規定は存在しておりませんので、仮に ISDS 条項で訴えられたとしても、えー、訴えが認められることは考えにくいと思っております。宮本君えー とまあ、非常に小さなお声でお答えいただいたというところは、あまり自信がないのか、もしくは何かを隠されているのかなと、うがった見方をしてしまうんですよね、TPP とその肝である ISDS に対して、非常に認識が甘いんじゃないかというふうに考えてしまうんですよ。要はやめさせよう、要は我が国の国民にとって健康にとって良くないと、こちらにはしっかりとしたそういう言い分がある、けれども ISDS で訴えられた場合、その因果関係をはっきりと立証させなきゃいけないんですよ。 因果関係立証できるようになるまで時間かかるでしょう、原因がはっきりと科学的に示せるまでには時間かかるじゃないですか、先ほど、塩崎大臣自身がお認めになりました、時間がかかる、その通りだと、それを立証するまでの間にも、被害が広がると、原因がはっきりと科学的に示せるまでには時間がかかる、でも立証するまでの間にも被害が広がって、救済が遅れる可能性があることを鑑みて、予防原則に立った判断を下しますよと。 国はワクチン接種をやめますっていうことが、この先難しくなるんじゃないですか。たとえそれがこちらにとっては正当な目的であったとしても、厳密な立証がされていなければ、因果関係、はっきりと立証できてなかったら、ISDS やられるんじゃないですか。今、手挙げなくていいですよ、そんなの。だって答え持ってるわけないじゃないですか。付属文書合わせてね、全部テキスト合わせて6000ページ読まれたかもしれないけれども、その間の。 交渉過程、呼んだんですか、4年間みんなにばらさないっていう4年間のその交渉過程、呼んでるんですか、曖昧としたものの内容の中にも、ね、こういう危険性があるってことが見えるけれども、その交渉過程が読めてなかったら分かるはずないじゃないですか、言い訳しても無理なんです、危険性を言ってるんです、干渉中止の期間遡って、得られたであろう過去の利益に対する損害賠償請求と、ワクチン再開突きつけられること、恐れかなり大きいですよ、常に立証責任がつきまとうのが TP p ですよね。 塩崎大臣おそらくグラク,ソクグラクソとかメルクとか、世界中で干渉中止になっているのは日本だけだぞ WHO、WHO ・世界保健機構、再三にわたって日本政府にも干渉再開勧告してますよね、日本政府の措置は不当だと主張しだすと思うんです、えーと、皆さんのお手元の資料にもお配りしてあります、パネルにしてあります。こちらですお手元、えー、集団的自衛権の行使 原発再稼働、TPP、特定秘密保護法、防衛装備移三3原則、総改定のホルムズ海峡への派遣、司令防衛、え自衛隊と米軍の全面協力、PKO の法的権限拡大など、あらゆることを日本に要求して、安倍内閣はそのまま完全コピーしたと言われる、そのすべてを受け入れて実現してしまったと言われることで有名なあのアーミテージ内レポート。これ 発表した CSIS ・戦略国際問題研究所、2014年と15年の2年連続で、この子宮頸がんワクチンについて、日本政府に干渉再開を求めるレポート、を出してますよね。お配りした資料の中にあります、2015年版の CSIS レポート、結論には、日本政府の効力の乏しい措置や、トップレベルでの政治リーダーシップの欠如、さらに多くのワクチン反対派関係者の活発な活動を加速させるだけである。 先鋭化するこの問題は社会的・政治的要因に根ざしており、解決には現政権の首脳陣による政治リーダーシップが不可欠であるとまで書いてあると、しかもこの2015年のレポート、下を見ていただくと、ご丁寧にも子宮頸がんワクチンを製造するメルクのサポートで作られたと書いてあると。 いかにこのシンクタンク、CSIS、大企業側に立った存在かがよくわかると、塩崎大臣、このような状況でね、メルクとかグラクソとかね、ISDS 条項で数百億にも上るような損害賠償請求されたとしたら、日本政府、どのような対応をなされますか、短めにお答えください。はい、塩崎厚生労働大臣 あのおそらく、まあ、いきなりそういうことが直接行われることはなくて、先ほどの、まあ、例えば TPP の中の ISDS 条項で訴えられるとか、そういう形で、えー、あ起こりうるということを想定をされているのかなというふうに思うわけでありますけれども、先ほど、まあ、あの話がありましたように、TPP 協定では各国の健康などの公共の福祉にかかる正当な目的のための、まあ、合理的な規制を行うということについては、全く妨げているわけではないわけですね。 妨げられないわけでありますそれからあの、内国民待遇などの、投資証の一部の規定に適合しない措置を将来採用したとしても、協定違反とならない分野を付属書の2の表に記載をしておって、えー、我が国は社会事業サービスを包括的に、 留保しているわけでありますから、その対象に HPV ワクチンの積極的干渉の中止などの対応も含まれているわけであります。今回の措置については、専門家の意見を聞いた上で、私どもは決めているわけでありますので、えー、これは TPP 協定によって損害賠償を求められたりとかいう心配は、私どもはないというふうに考えています。まあ、仮に今回の措置に対して、ISDS 手続きによる仲裁が提起をされるような、 ことをするところがあるとしても、これらの点を踏まえて、私どもとしては適切に対応していくだけだろうというふうに思います、はい、山本君、時間が来ておりますはい、はいまあ、上訴手続きもできない、そのような状況に追い込まれていくと、何よりも TPP も問題ですけれども、この被害少女たちに対しての救済、一刻も早く、そして多く、そして 300, 300万人を超えるような人たちに対しての追跡調査、ぜひ責任を取ってやっていただきたいです。よろしししくお願いいたまますありがとうございました